新潟市は中原八一市長が今月3日から予定されていたフランス出張を体調不良で取りやめ、今も療養のため公務を休んでいると発表しました。新潟市によりますと、中原市長は今月3日から7日間の日程で姉妹都市のフランス、南都市を訪れる予定でした。 出発当日の朝に都内で体調を崩し新潟の自宅に戻って療養していましたきょうから復帰する予定でしたが回復が十分でないため見送られました不在中は副市長らを通じて職員に指示を出しているとしています中原市長は一日も早い体調回復に努めてまいりますとコメントしています